こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、遺留分侵害学請求権の期間制限について解説いたします。この内容っていうのは、条文自体それほど、難しくないっていうのが、条文では、2行ぐらいですかね。すごく短い、条文になっております。ただ、内容をちょっとじっくり見てみると、勘違いしやすい部分っていうのかな、理解しづらい部分がありますので、その点を今回解説していこうと思います。で、まず、遺留分侵害学請求権の期間制限なんで、ある一定期間が過ぎると、遺留分侵害学請求ができなくなりますよっていう話なんですね。で、どういった場合に遺留分侵害学請求ができなくなるかというと、下記1に1番2番のどちらか一方を満たすと、遺留分侵害学請求権は時効によって消滅しますよっていうふうに条文では規定しております。じゃあ1番2番って何なのかというと、まず2番の方が分かりやすいんで2番から先に行きます。相続開始から10年を経過すると、もうこれは自動的に遺留分侵害額請求することができなくなっちゃうんですね。例えば私が遺言によって私の相続財産すべて第三者に遺贈するよ、そういった遺言をしたと仮定します。そういった場合、私の配偶者っていうのは遺留分を持ちますんで、私の配偶者はその遺贈によって私の相続財産を全部もらった人に対して、その第三者に対して遺留分侵害額請求をすることができるんだけれども、相続の開始があってから10年が経過してしまったら、配偶者はその第三者に対して遺留分を返してくださいっていうふうに請求することができなくなるよっていう話です。で、難しいのが1番なんですね。一番はどういった内容かっていうと、遺留分権者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しないとき、この場合も遺留分侵害額請求は時効によって消滅するんですね。で、この部分がややこしいんですよ。知ってから1年間行使しないとき、これはわかるじゃないですか。ただ、この部分がちょっとわかりにくくて、これを分解すると、左側と右側に分けることができます。で、この及びっていうのは、これどちらもっていうことなので、左側、右側、どちらも知った、その時から1年間行使しない時に、権利は消滅するよっていう話なんです。つまり言い換えると、こっちは知ってるけども、こっち知らないという状況であれば、これ該当しないって話なんですね。つまり1年間行使しなかったとしても1番は満たしませんよ。つまりこっちによって遺留分侵害額請求権が消滅することはありませんよっていうことです。もちろん2番が原因で遺留分侵害額請求権が消滅することはあるけれども、1番によって権利が消滅することはないですよっていう話なんですね。逆にこっちだけ知っていてこっち知らない、あまりないですけども、こっちだけ知っていてこっちを知らない場合、この場合も1年間行使しなかったとしても権利は消滅しませんよっていう話です。つまりこの2つ、左側と右側どちらも知って初めて1年間のこの時効期間が進み出しますよ、進行し始めますよっていう話なんです。ここまでまず OK でしょうか。で、続いて右側です。こっちについてはこれまたはとなっているので、どちらか一方でも知ったら OK なんですよ。つまり相続開始と遺留分を侵害する贈与、これどちらも知った、でこれは知らなかったといった場合でも、これは時効期間スタートしますんで、つまり1年間権利を行使しなかったというのであれば、時効によって権利は消滅するよっていう話なんですね。また逆もそうですね。相続開始と遺贈があったことを知った、この二つのセットですね。これどちらも知ったというのであれば、時効期間は進行し始めて1年間行使をしない、この遺留分侵害額請求権を1年間行使しないのであれば、時効によって消滅するよ、この権利は消滅するよっていう話です。これが重要なポイントになってくるんですね。で、引っ掛け問題とかでも引っ掛けやすいんですよ。この相続開始のことだけ知って1年間この権利を行使しなかったとき、時効によって遺留分侵害額請求は消滅する、丸か×かってなったら、それは×ですよね。こっちしか知らないわけだから、それだけで時効消滅するわけじゃありませんよっていう話です。で、
まあ、遺贈があったこと、これは大丈夫ですよね。遺贈っていうのは、遺言によって贈与することです。例えば、私が生前遺言を書いたと。で、遺言書いて、その中には、私の財産は全部第三者に遺贈するよ。このように書いたのであれば、これは遺贈です。つまり、遺留分権者が、その、遺言の内容を知ったときといったイメージで大丈夫です。で、もう一つが、遺留分を侵害する贈与。これ何かというと、これいわゆる生前贈与なんですよ。私が死亡する前に第三者に何かしらお金を贈与していた、不動産を贈与していた、そういった内容なんですね。で、ちょっと細かい話をすると、相続人以外の第三者については、相続の開始前、1年以内に贈与があったものが対象です。つまり2年前に私が第三者に対して100万円贈与していたというのであれば、それについてはこの生前贈与には入りません。これには入りません。また、相続人に対しては10年以内に贈与したもの。例えば、私に子供がいて5年前に結婚資金として100万円を贈与していた。まあ、こういった場合、相続人に対しては10年以内のものが対象になってくるので、この場合は遺留分を侵害する贈与に当たる可能性があるんですね。まあもちろん、その生前贈与があったからといって、それで直ちに遺留分を侵害するわけではありませんよ。今の事例で言うと、私は子供に100万円しか贈与していないわけですよね。私が例えば1億円の財産を持っていて、まあそのうち100万円を贈与したというのであれば、それはおそらく遺留分を侵害する贈与には当たらない。つまり遺留分を侵害しないわけですね。1億の財産を持っていて、配偶者、子供1人だった場合、配偶者の遺留分っていうのは、2分の1かけ2分の1で4分の1なんですね。つまり、2500万円が遺留分です。だから子供に100万円贈与したとしても、私1億円持っていて、その中の2500万円がその人に相続財産として受け取っているというのであれば、それは遺留分侵害しないわけですよね。なので、あくまでも対象は遺留分を侵害する贈与ということになります。で、この贈与については、相続人以外のものについては、相続開始から1年以内に贈与したもの。また、相続人に対しては、相続開始から10年以内に贈与したもの。これが対象になってきますよっていう話です。まあ、ただここまでは覚えなくてもいいです。とりあえず頭に入れていただきたいのは、ここの内容なんですね。このおよびとまたはのこの意味ですよね。ここをしっかり頭に入れていただくことが重要なんで、今の具体例については、まあ、補足的にですね、頭に入れるぐらいで大丈夫です。また、この1年と10年、これは絶対頭に入れておいてくださいね。まあ、これは覚えている方意外と多いと思いますが、ここはもう丸暗記で大丈夫なんで、丸暗記で頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。